ディション、いつもよりずっと賑やかだね。今回受けるの話題沸騰中のダンス番組だもんな。子供向けなのにダンスのレベルが高えんだ。俺も毎週見てるぜ。僕もお母さんに頼んで前の放送回の分まで全部見てきたよ。すごく面白かったし、出演できたら嬉しいけど。こんなにライバルがいるんだね。あの子たち。ナオくん、どうしたの？あの子たち知ってる。この前もオーディションで一緒になったユニットだよね。あ、ヒロトとイツキとハルだ。最近ちょっと話題になってるよな。3人ともダンスがすげーうまいんだぜ。うん、前に見たダンスかっこよかったな。僕たちと年も近いんだよね。だな。今んとこあいつらが俺たちのライバルってとこだな。ああ、シロウ君声が大きいよ。あの子たちもだけど、今日はここにいる全員がライバル。僕たち大丈夫かな。なんだよ、ビビってんのか。たく、しょうがねえな。どんだけライバルがいても関係ねえよ。この番組に出るのは俺たちだ。うん、カノンたちなら大丈夫。だってお仕事でたくさんダンスしてきたもん。きっと合格しちゃうよ。うん、今回のオーディションはユニットごとに合格かそうじゃないかが決まる。僕はダンスが苦手だから足を引っ張らないようにしなくちゃ。もうナオくん、もっと自信持って。ナオってば、全部顔に出てんだよ。んな緊張することないって。俺たちは今までたくさんのステージを成功させてきただろ。そうそう、初めては遊園地のイベントステージだっけ。最近だと遊園地みたいなプールの PR ライブも楽しかったよな。全部すげえ盛り上がったじゃん。ナオだってちゃんと踊れんだから、ちょっとは自信持てよな。シロウくん、うん、ありがとう。そう言ってもらえると大丈夫だって気がしてきたかも。僕も頑張ってみるね。ま、そもそも受からないなんて思ってねえけどな。だって俺のダンスが一番に決まってるし。誰のダンスが一番だって。だから俺のってヒロと、あとイツキにハル。あ、噂の3人だ。よろしくね。おや、僕たちのことを知っているんですか。うん、最近よく見かけるから。あのダンスすごくかっこいいね。ああ、そうやって覚えてくれてるんだ。どうも、今話題のキッズアイドルです。ふーん、君たちがモフモフ園ですか。テレビで見るよりなんかしょぼいかも。はあ、シロウくん、カノンくん、落ち着いて。改めまして、僕たちモフモフ園です。今日はよろしくお願いします。いい子ちゃんかよ。他のユニットはもっとバチバチしてんのに、キャリア長いからって余裕ぶってる。なんだか自信がある様子でしたけど、今回のオーディションは僕たちがもらいます。モフモフ園の方が知名度はあるかもしれないけど、そんなのは今だけ。俺たちのこと知ってるなら実力もわかるだろ。モフモフ園なんて比べるまでもないぜ。そのうち僕たちの方が有名になっちゃうかも。何も言い返せないのかよ、つまんねえの。もう行こうぜ。ええ、ではまた後ほど。バイバイ。
いつら。あの子たちあんな感じなんだ。カノン、お友達にはなれなさそうかも。ダンスはうまいかもって思ってたけど、好き放題言いやがって。うん、3人の自信がこっちにも伝わってきた。それに絶対に勝つっていう思いも。僕のダンスで本当に大丈夫かな。この前のダンス番組のオーディション受からなかったのかよ。カノンたちダンス頑張ったのにな。残念だね。そうだね。でも一生懸命やったんだし、次頑張ろう。うん、次はこの前よりもっと可愛いカノンを見せられるようにしなきゃ。シュ、オーディション見てた人たちの反応は良かったと思うのにな。あ、なあ、オーディションに受かったのってどこのユニットだった？それってもしかして。間違いねえ、あの時絡んできた奴らだ。あの子たちやっぱりすごく上手だったよね。自信もあるみたいだったし、あの子たちが受かる理由わかるかも。わかんねえよ。え、俺たちだって上手だったし、自信だってあっただろ。あいつらに負けてるとこなんてあってもほんのちょっとじゃん。あんな風に言われて負けて、ナオは平気なのかよ。シロウ君、カノンも嫌だな。あの子たちのダンスかっこよかったけど、でもカノンたちだって同じくらいかっこよかったし可愛かったよね。今回はダンスの番組だったからあの子たちが有利だっただけ。悔しいけど次頑張ろう。そうだな。よし、切り替える。次のオーディションは俺たちが受かればいいんだし。うん、じゃあオーディションの話はおしまい。プロデューサーさん、新しいお仕事のお話しよう。そうだった、モフモフ園にってオファーが来たんだったよな。プロデューサーさん、どんなお仕事なんですか？室内遊園地？楽しそう！室内型遊園地のスペシャルステージで新曲をパフォーマンス！新曲だ！わーい！どんな曲かな？楽しみ！デジタルと融合したパフォーマンスが目玉ってあるけど、どういうステージなんだろう。これ映像資料、早速見てみようぜ。わあ、すごかったね。ステージに映った映像に合わせてダンスをするんだね。映像に入ってるみたいで面白そう。映像と音と光、全部にぴったり合わせないといけないんだよね。難しそう。挑戦しがいがあるじゃん。楽しそう。ビシッと決まったらすっげえかっこいいよな。早くレッスンしたいぜ。かわいい映像だといいな。それで振り付けもかわいいのがいい。やだよ、かっこいいのがいい。かわいいの、うさぎさんとかくまさんとかと一緒に踊るの。めちゃくちゃ派手な映像でかっこよく決めるのがいい。あ、二人とも落ち着いて。だってカノンが。シロウくんが。大丈夫だよ、モフモフ園がいいって指名してくれた人やプロデューサーさんがいるんだから、きっと僕たちらしく可愛くてかっこいいものになるんじゃないかな。だからスタッフさんを信じて
僕たちはダンスを頑張ろうね。うん、そうだよね。プロデューサーさん、カノン楽しみにしてる。頼んだぜプロデューサー。じゃあこれから始まるレッスンもお仕事も頑張ろうね。おう。はい、ここまで。みんな踊れるようになってきましたね。だろ、新曲はもう完璧だぜ。カノンはやっと全部踊り切れた感じかな。僕もなんとか。まだレッスンは始まったばかりですからね。さて一度休憩にしましょうか。はい。今回の曲やっぱりダンスが難しいね。でもちょっとずつできるようになってきて楽しい。カノン、この曲好き？うん、ワクワクした気持ちになれるいい曲だよね。俺はダンスにアドリブ入れるとこがないからちょっと物足りねえんだよな。映像に合わせるからダンスは教わった通りにやらなきゃいけないもんね。そうなんだよな。けどビシッと決まるとかっこいいからいいけど、この前見せてもらった映像よりもっとすっげえパフォーマンスをしてやろうぜ。うん、僕はまだ振り付けを覚えるのでいっぱいいっぱいだから頑張らなきゃ。あ、ナオくんも緊張してる。本番はまだまだ先だよ。まったく、なおは仕方ねえな。まずはリズムに合わせて踊ること、それが今の目標でいいじゃん。完璧に合わせるってすげえ難しいしさ、俺ぐらいの実力があってもずれるんだぜ。けどさ、その分できるようになったらかっこいいだろ。できるようになったら、そうだね。見に来てくれるファンの人もいるし、ファンの人たち、カノンたちのダンスを見たらすごいって言ってくれるよね。当たり前だろ。そのためにもまずは練習だぜ。うん、カノンもレッスン頑張る。シロウくん、さっきうまくできなかったところ教えてもらってもいい？おお、任せろ。この俺がナオを完璧に踊れるようにしてやるぜ。カノンもお願い。いいぜ、このシロウ様に任せろ。良い子のみんな、お待たせ。今日も一緒にクイズを楽しみましょう。回答者の皆さん、頑張ってくださいね。はい。まずは動物クイズのコーナーです。モフモフ園の皆さん、意気込みはどうですか？全部答える。で、絶対優勝する。動物のコーナーは特に頑張ろうねって3人で話していたんです。可愛い動物さんといえばモフモフ園だもんね。おお、気合十分ですね。では早速いきましょう。第1問。ウサギの耳はどうして長いのでしょうか？はい、その方が可愛いから。残念、外れ。他に分かった人はいますか？はい、遠くの音を聞くためですか？うーん、惜しい。さあ残り時間が少なくなってきましたよ。残念、時間切れです。正解はたくさんの音を集めて危険に気づけるようにするためでした。へえ、可愛いだけじゃないんだな。
僕も初めて知ったよ。勉強になるね。第2問。狼、コアラ、怠け者の中で一番寝る時間が長いのはどの子かな？はいはい、怠け者に決まってんだろ。残念、正解はコアラでした。そうなんだ、どうしてなの？確かコアラがよく食べるユーカリを消化するのに時間がかかるからじゃなかったかな。ナオくん、その通り。すごいね、特別ポイントあげちゃいます。ありがとうございます。やったー、ラッキー。それでは第3問です。牛の胃袋の数はいくつでしょう？牛さんの一つじゃないのかな。はい、聞いたことがあります。4つでしょうか。胃袋がそんなにあるわけ。4つ、正解です。マジか、すげえな。ナオ、ナオくん、物知りだね。ではこの調子でどんどん行きましょう。くっそー、あとちょっとで優勝だったのに。惜しかったね。でも準優勝もすごいよ。クイズ楽しかった。カノン、またやりたいな。まあ確かに楽しかったし、次リベンジすればいいか。お、モフモフ園じゃねえか。あ、こんにちは。リベンジって聞こえてきたけど、また何かに負けたの？はあ、またってなんだよ。別に深い意味はないよ。はい、変わらずムカつく奴らだな。お前ら何しに来たんだよ。何しにって、ここはテレビ局ですよ。仕事に決まってます。これから先日のオーディションで合格したダンス番組の収録があるんです。そういえば受かったって聞きました。おめでとうございます。なお、こいつらにおめでとうなんて。本当だぜ、おめでとうとかよく言えるよな。そんなんじゃお前らの仕事を俺たちが全部取っちまう日も遠くないかもな。どうしてそんなこと言うの。カノンたち頑張ってるのに。それにモフモフ園を応援してくれる子はいっぱいいるから大丈夫だもん。そうやって今の状況にあぐらをかいてられるのも今のうちだって話だよ。それにモフモフ園ってなんかバラバラだし、一人一人の特技はあるかもしれないけど。なんだよ、はっきり言えよ。カノンたちバラバラじゃないよ。可愛くてかっこよくてすっごいユニットなんだから。それです、僕たちはモフモフ園と違いダンスに特化したユニットです。一人一人の特技はあってもユニットとして勝負をすれば僕たちの方が強い。事実こうして番組オーディションに勝ったのは僕たちです。そういうこと。はあ、カノンたちには得意なことがいっぱいあるもん。それにめんどくさそうな人が来た。それじゃ収録始まるからまたね。別に好き勝手言いやがっただけ。何なんだよ。あんな言い方しなくてもいいのにね。うん、何か嫌なことでもあったのかな。でも確かにあの子たちのダンスはすごかった。オーディション悔しいね。
あんな奴らのこと認めるのかよ。認めるっていうか、オーディションの時に見た3人のダンスすごく上手だったから。それはまあ上手い方だとは思うけど。大丈夫。この前シロー君が言ってたよね。次はカノンたちが受かればいいって。それにダンスはシロー君の方が上手だし、ナオ君は演技が上手、カノンは可愛く写真を撮ってもらうのが得意。カノンたちは全員違うところがすごいユニットなの。苦手なことはみんなで協力し合って解決できるしね。カノン君、そうだね。僕たちは補い合って支え合えるもんね。そうだよな。あいつらになんて言われようと、モフモフ園はすごいユニットだぜ。うん、だから気にしないで頑張ろうよ。明日もレッスンがあるし。ああ、そうだな。うん、頑張ろう。